はいどうも、ゴッツチャンネル GT ワークです。私ちょくちょく車中泊とかルーフテント泊とか、まあ普通のキャンプとかやるんですけど、電気使います。で、何に電気使ってるのかと言いますと、まあ冷蔵庫とか電気毛布とかですね。で、今ですね、デリカ D5 に取り付けた鉛蓄電池のサウバッテリー使ってるんですけど、これ26キロって重い割にはですね、500ワット時ぐらいしか取り出せなくて、まあ、さらにですね、3年使ったらだいぶ下手ってきちゃったんですね。で、せっかくなんで、まあ、防災も兼ねてですね、持ち運べるポータブル電源欲しいなと思ってネット見てたら、まあ、あるはいっぱいあるんですけど、めっちゃ高い。だいたい私が欲しい1000ワット時とか超えるやつってもう10万とか20万とかそんなレベルですね。で、もちろんそんな高価なやつ買えないんで、いろいろ探してたらいいのがありました。というわけで今回はそれの紹介と使い方、あとですね、実用量どのくらい入ってるのっていうのを厳密に測定してみたので、そちらも紹介していきたいと思います。はい、で今回見つけたいいものがこれ、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーですね。で、これ一体何なのかと言いますと、表にするとこんな感じですね。で、鉛蓄電池と比較するとこんな感じで、まあ、サイズも重量もですね、小さくて軽くて、あと放電振動で、これはどのくらいまで放電しても劣化しないですよっていう値なんですけど、鉛蓄電池はですね、半分以上使ったとすぐに劣化が始まるんですね。で、リン酸鉄はですね、 95% ぐらい使っても全然大丈夫っていう感じですね。まあ、そういう意味でですね、実質容量っていうのが鉛の2倍入ることになります。あと充電可能サイクル数、まあ、何回使えるかですね。で、これはですね、鉛蓄電池400回ぐらいでへたるんですけど、リン酸鉄3000回使っても OK です。で、一つネックなのが価格が高いってところですね。まあ、値段 3,4 倍するんですけど、まあ、10倍近く使えるんで、これはまあ長い目で見るとネックじゃない気がしますね。ちなみに普通のリチウムイオンと比べるとこんな感じですね。まず充電可能サイクルがですね、やっぱりリン酸鉄長いんですね。あと一番重要なのが安全性で、ちょくちょくリチウムイオンバッテリー燃えたよってニュースになってますけど、これですね、変な制御したり衝撃とか、あとちょっとショートさせるとかするとですね、内部で酸素が発生しちゃって爆発したり燃えるっていう、まあ、特性を持ってるんですね。これに対してリン酸鉄はですね、鉄に酸素が強力にくっついているので、まあ、酸素が発生しなくて燃えないっていう特性があるんですね。まあ、あと欠点があるとすると、リチウムイオンバッテリーより若干重いって感じですかね。というわけでですね、こういう理由から今回リン酸鉄リチウムイオンバッテリーっていうのを選んでみました。で、今回買ったやつのスペックなんですけども、高渉電圧は 12.8V で、容量がですね、120アンペアアワーということでですね、計算すると1536ワット時、まあ、簡単に言うと150ワットくらいの電化製品が10時間使えるっていうような容量ですね。ちなみにこれ Amazon で売ってるんですけども、いろいろ調べるとですね、アリエクスプレスっていうところがちょっと安く売ってたんで、今回そっちで買ってます。で、参考までに下の概要欄に両方のホームページの URL 載せておきます。はい、で、さっきからちょっと裏で開けてるんですけど、中身取り出すとこんな感じですね。ちなみにこれ専用充電器がもう最初からセットになってます。で、外観なんですけども、パッと見ちょっと車のバッテリーっぽい雰囲気で、この2つ取るとですね、ここにプラスとマイナスの端子があります。ちなみに最初からですね、ネジ穴とネジが付属しているので、まあ、ここにですね、何か付けたいものがあったらそのままネジ込めば使えるような形になってます。はい、で、ちなみにですね、底面こんな感じになっていて、まあ、フラットなんでですね、まあ、どこにでも置けるような形ですね。で、表面見るとですね、こんな風に3つなんかついてます。一番左のが電源スイッチになってて、押すと光りますね。で、真ん中パカッと開けると、これ充電ケーブル挿す穴ですね。で、一番右はですね、 USB が2つ刺さるようになってます。だもんでスマホとかここに直接挿して充電できそうですね。あ、ちなみに取るの忘れちゃったんですけど、この USB の隙間にですね、電圧計がついていて、このスイッチを押すとですね、電圧計が光る仕組みになってます。はい、ちょっと USB の電圧測ってみると、はい、あ、ちょうど、まあ、約 5V ってことでちゃんと動いてそうですね。
次はですね、ちょっと重さを測ってみようと思います。これそこそこ重いんだな。よいしょっと、よいしょ。はい、でメモリ読んでみると、うん、だいたい15キロ弱って感じですかね。鉛蓄電池よりは全然軽いです。ついでにバッテリー測ってみますと、これはですね380何グラムって感じですね。はい、じゃあまずは使う前にですね、ちょっと予備充電しておきたいと思います。ついでなんでちょっと電圧も測ってみますかね。で今の電圧いくつかと言いますと 13.6V っていうわけで、もう結構満タン近い、入ってますね。ではですね、真ん中の穴に線を差し込んでちょっと充電してみますかね。はい、まだコンセント差してないですけど光るっていう面白い仕組みになってますね。はい、コンセント差して充電開始するとパッて今赤くなりましたね。ライトが赤く光ります。ちなみに充電中の電圧なんですけど、まあ、さっきとあんまり変わんないですけど、ちょっとずつ上がっていっている感じですかね。はい、じゃあこのままですね、満タンになるまでちょっと充電しておきます。はい、でこのままだとですね、使い勝手悪いんで、ちゃんとポータブル電源に仕上げていきたいと思います。で使うのはこれですね、 12V 用のソケットですね。これ1個300円くらいで売ってます。で中身なんですけど、まあ、あの車についているようなやつと同じなんですけど、まあ、防水のですね蓋がついてます。なので使わないとこれ閉めておくとですね、埃が入ったりしなくていいかもしれないですね。あとはですね、配線も入ってます。でさらにですね、配線の途中にこれあのポコッとしたやつ、これヒューズなんですけど、最初からですね 10 アンペアのヒューズがついてます。なもんで安全性もですね、この線つなぐだけでもう OK ですね。はい、で先ほどのネジを外して、このネジで止めれば、お、うん、ちょっとでかさが合わないですね。でこういう時はですね、ちょっとニッパーで先っちょ切ってですね、少し広げて使っちゃいたいと思います。はい、これちょっとでっかくなったんで、これでですねネジ締めていきたいと思います。はい、これでプラス側つけ終わったんで、次マイナス側も同じようにしときます。はい、これで配線自体はもう完了ですね。あとはここに 12V の何かを挿せばすぐに使える状態ですけど、ちょっとですねこの端子むき出しはなんかちょっと危なそうなんで、少しですねテープ貼っときます。はい、これでプラプラしてる部品もなくなって完成っていう形ですかね。で見てくれは急ごしらえなんであれですけども、まあ、12V のものしか使わないキャンプであればこれでもう十分ですね。で 100V 使いたいっていうやつはですね、ちょっと後でまた別途作ってみたいと思います。はい、次は実際に使えるのかどうかテストしてみたいと思います。私が一番使ってるのはこのポータブル冷蔵庫ですね。まずはこいつがちゃんと動くのか試してみたいと思います。はい、こいつの電源をソケットに挿して、はい、電源入れています。はい、今つけたばっかりなんで22度ですけど、ちゃんと動いてる感じですね。で横からですねコンプレッサーの音聞いてみても、ちゃんとゴーって音してるんで、ちゃんと動いてますね。次はこれからのシーズン重要になってくる電気毛布ですね。はい、じゃあこれもちょっと挿して使ってみたいと思います。お、刺した瞬間に赤い電気つきましたね。はい、じゃあスイッチオンと。はい、これで使えてるはずですけど、うん、これ映像だと全然伝わらないですね。はい、数分経ったらですね全体的に暖かくなってきたんで、ちゃんと使えてるみたいですね。というわけで 12V 系のやつ使うの全然問題なさそうですね。はい、12V のものはちゃんと使えること確認できたんですけど、気になるのは本当に 1500W 時の容量がこいつ入ってるのかってとこですよね。で、だいたいこういう怪しい中華製のものを買うとですね、あの容量嘘だったりすることが多々あるんでですね、ちょっと今回しっかりとですね実測してみたいと思います。で使うのはこれ、電力量計なんですけども、電圧と電流と積算電力量っていうのを出すことができます。でこいつすごいのがですね、この棒みたいな部品を使うと100アンペア、まあ、1200ワットまで測定することができるっていう優れものですね。じゃあこれ取り付けていきます。
はい、これで接続完了ですね。こうするとですね、電気つきます。で、表示ですけど、左上が電圧ボルト、右上が電流アンペア、左下が電力ワット、で、右下がですね、積算電力ワット時ですね。あ、それ左に置いてあるやつですね、これ残量メーターで、まあ、何パーセント残ってるかっていうのを出すやつなんですけど、まあ、ちょっと参考までに置いといてみたいと思います。で、早速実験なんですけど、冷蔵庫使います。はい、で、今の時間11時19分、約20分ですかね。この時間でスタートしたいと思います。ちなみにこの時の電圧は 14.1V、2.3A、32W ぐらい使ってるって感じですかね。ちなみに冷蔵庫は通常使いを考えてマイナス5度に設定して動かしています。はい、だいたい10時間経ったんでですね、ちょっと見てみたいと思います。この残量計は 92% ってなってて、積算電力量 115W 時になってますね。で、今これ消費電力 0W になってますけど、この冷蔵庫中がある程度冷えたら一旦止まってですね、で、また暖かくなると動き出すっていうの仕組みなので、止まってる時はこれ 0W ですね。ちなみに動き出すとこんな感じ、まあ、13.3V で 52W ぐらい食ってるような感じですね。で、これよくよく考えると10時間で 100W 時ちょっとなんで、これ全部終わるのですね、150時間とかかかっちゃうんで、ちょっとこれいけてないんで、消費電力増やすためにですね、ちょっとこの蓋開けっぱなしで行ってみたいと思います。あ、ついでにですね、この設定温度も今マイナス5度なんですけど、最低のマイナス20度に設定してですね、まあ、とにかくフル回転で動くような仕様にしてちょっと続けてみたいと思います。はい、というわけで2日目の夜がやってきたんですけど、大体動かし始めてから32時間ぐらいかな、なんですけど、積算消費電力ですけど 915W ってなっているんで、まだいけそうな感じですね。で、ここまで使ってもですね、まだ 13V 以上維持してるっていう、これ鉛蓄電池じゃありえないような電圧ですね。ちなみに蓋フルオープンでマイナス20度設定だったんで、この内側の壁なんか水滴がついて凍って氷がいっぱい発生してますね。一昔前のアイス売り場のケースがなんかよくこんな風になってますよね。うん、この冷蔵庫やっぱりパワーはすごいですね。じゃあですね、このままちょっとどこまでいけるかやってみたいと思います。はい、ついに冷蔵庫の低電圧保護が働いて止まりました。果たして何ワット時伝えたのか、はい、見てみましょう。ででんと右下ですね、はい、全部で1652ワット時使えてます。うん、スペックが1536なんで全然それより多く使えちゃってますね。ちなみに全データをグラフにするとこんな感じで、黄色が積算電力量なんですけど、まあ、10時間までは蓋閉めて普通に使ってたんでなだらかに増えてってますけど、それ以降は蓋フルオープンにしてマイナス20度だったんで、ちょっと消費量が多くなってってますね。で、ブルーのラインが電圧なんですけども、これ結構ギリギリまで 12V 以上維持しててですね、鉛蓄電池じゃありえない性能ですね。ただ今回実験なんでフルに使いましたけども、ちょっと 9.95V まで使うっていうのはちょっと使いすぎですね。ちょっとバッテリーにも良くなさそうなので、まあ、10.5V ぐらいで止めとくのが良さそうな感じですよね。ちなみに冷蔵庫蓋閉めてですね、普通に使うと、はい、こんな感じになって計算上150時間使えるっていう風になりますね。というわけで冷蔵庫だけ使ってるんだったら、まあ、1週間ぐらい平気っていう感じですね。はい、次は充電特性見ていきたいと思います。で、これも同じようにずっとビデオで撮っとこうと思うんですけども、で、今回使うのはですね、 100V の充電器に積算電力量計を使って測定していきたいと思います。
はい、でこのコネクタを挿すと充電始まるんですけど、ランプが緑から赤に変わりましたね。はい、で充電始まるとですね、90何ワット、もう OS100 ワットですね。で単純計算すると、まあ、1500ワット時貯めるのに15時間ぐらいかかりそうですけど、まあ、ちょっとこのままですね見ていっていきたいと思います。はい、今から寝ようと思うんですけど、まだ充電終わってないんでですね、ちょっとこれつけて寝たいと思います。でこれ何かと言いますと、火災報知器ですね。ちょっと寝ている間にですね、得体の知れないバッテリーが発火したとかになったら困っちゃうんで、これちょっとつけておきたいと思います。でこの火災報知器なんですけど、実はですね、同じものが2階の廊下と1階のリビングについててですね、これどれか1個が鳴ると全部鳴るっていうシステムになってるので、音が聞こえなくて気づかないっていうことが防げますね。はい、というわけでランプが緑に変わって充電完了しました。じゃあ積算電力量いくつなのかと言いますと、 1.56kW、 1560W 時充電したってことですね。あれ、使った分より少ないな。ちなみにグラフ見てみるとこんな感じですね。黄色が積算電力量で、この縦の赤いラインが充電終了の時間ですね。で、だいたい満タンになるのに17時間かかってますね。で、この後試しにですね、充電器もう一回抜き差しして充電したらですね、なんとなく使った分の量ぐらいまで入りましたね。まあ変換効率とかも考えると、まあこれくらいの時間かかっちゃうのはまあしょうがないことかなって思いますね。で、スペック見ると最大50アンペアで充電していいですよって書いてるんで、ちょっと強力な充電器使えば3時間ぐらいで満タンにできる計算ですね。はい、で外で 100V 製品使いたくなったり、あと災害時に家の中で 100V 製品使う時のためにですね、インバーター取り付けて 100V で使えるようにしてみたいと思います。でこれ別で買ってたインバーターなんですけど、まあ、プラスとマイナスをもうこのバッテリーにつなぐだけでおしまいですね。はい、で何を動かしてみるかなんですけど、まあ、一番電力食いそうな家用のエアコンですね。これがですね動くのかどうかちょっと試してみたいと思います。はい、今24度でエアコンのスイッチオンにしています。はい、オンになるとですね、あの羽の部分がウィーンと開いて動き出しましたね。ただですね、今消費電力 2W とかなんで、まだコンプレッサー動いてないですね。うん、24度だとちょっと高そうなんで、マックス18度まで下げて運転してみます。はい、あ、ちょっとずつ消費電力が上がってきましたかね。今数分経ったところなんですけど、あ、どん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 上がってってますね。はい、というわけで400ワットぐらいで今安定してる感じですね。で今日特に暑くも寒くもないんでですね、まあ、これくらいの電力で動いてるのがちょうどいいのかなっていう感じですね。でこのまま何時間エアコン使えるのかって見てみたいんですけど、ちょっと時間が怪しいんでですね、これ次回かな。で次回はですね、エアコン何時間使えるのかとか、他の 100V 製品使えるのか、あとインバーターの性能評価とかもやってみたいと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心の支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではゴッチチャンネル GT ワークでした。